富山市安養寺にある竹岡自動車工芸。創業は1982年。富山の小さな自動車メーカーとして創業以来、人と環境に優しい車を目指し、一台一台手作りで仕上げています。製作しているのは主に軽自動車よりも小さい一人乗りのミニカーです。客のニーズに合わせた作りにカスタマイズできるなど、手作りならではの生産に取り組み、県内外に届けています。うちの場合は手作りなのでオーダーメイドできるので、その人の体に合わせて、そのいろいろ座席の高さとか奥行きとかハンドルの位置とかスイッチの位置とか全部変えることができるんですよ。それが大きな特徴ですね、はい。2016年から販売するララは、中国から輸入した充電式の電気自動車がベースで、国内向けに改良した電気ミニカーです。走行距離は鉛蓄電池仕様でおよそ80キロ、リチウムイオン電池仕様ではおよそ120キロ走行できます。ミニカーの乗車人員は1人、運転には普通自動車以上の運転免許が必要です。道路運送車両法では原動機付き自転車として扱われるため車検はありません。2段階右折やヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60キロです。小型モビリティっていうカテゴリーができたので、それに準ずるその車両作りをして、いかにその高齢の方が買い物に行ったり、その通院に行ったり、いろんな用事を済ませていただけるような車両ですね、それもなおかつ安全に乗れるような車両をちょっと作っていきたいなというふうに考えています。富山で生まれた小さな自動車メーカー、竹岡自動車工芸。創業から40年、これからも手作りならではの一台を富山から全国へ届けます。